エチゴビールとは、新潟県新潟市西館区松山にある、エチゴビール株式会社が製造、販売している、チビールのブランド名である。元は、日本酒のエチゴ鶴亀で有名な、上原酒造株式会社が1994年の酒税法改正を受け、ビール醸造免許を取得して製造し始めた、チビールメーカー第1号である。2000年、上原酒造が、ビール部門を分社化し、 同じに新潟県の大手菓子メーカーであるブルボンの支援を受けエチゴビール株式会社を設立。2007年10月1日、エチゴビール株式会社は、キリンビール株式会社の企業内ベンチャーで、チビール醸造を手掛ける株式会社ビアスタイル21の全株式をキリンホールディングスより取得。ビアスタイル21の主力商品であるガーゴリーの製造を委託されている。 2010年3月、ブルボンが経営破綻直前の上原酒造から、エチコビール株式会社の全株式を取得、完全子会社化し、現在に至る。ビールグラスを持つヤギは、上原酒造の5代目、上原聖一郎の妻である、ドイツ人画家アンティエグメルスによってデザインされた。ドイツ発祥のボックビールには、オスヤギがラベルデザインに、 デザインされていることが多く、飲むと、おすやぎのように元気になると言われている。新潟県新潟市西館区福井に、かつて存在し、醸造プラントとパブが複合した、出来たてのビールが飲めるビアレストラン。飲み放題のコースもあった。当期は休業となっていた。最盛期には観光バスが立ち寄るほどの観光名所で、あったが、上原酒造の経営破綻。 ブルボンの完全子会社カゴに閉鎖された。新潟市中央区万代のコズミックスビルに、かつて存在したプルーパブの姉妹店。AAB エチゴビール株式会社、第20期決算広告、エチゴツルカメ。2016年9月19日閲覧。2010年7月29日に経営破綻。詳細は、エチゴツルカメの上原酒造、民事再生申請参照。 ビールの図鑑 2013P148FAQ プレミアムビールガーゴーリー株式会社ビアスタイル212016年9月19日閲覧エチゴビール自社ブランド商品を強化ブルボン通じ販売日本経済新聞 h t t p w w w n i c e c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnasfb1402z001141 リットル2万10002016年9月19日閲覧エチゴビール民事再生権内地ビール東多新上越タウンジャーナル2016年9月19日閲覧エチゴビールブルーパブ日本マイクロ ブルーワーズ協会2016年9月19日閲覧ありがとうございます。